え、なにこれ。え、なにこの始まり方、初めて見る。え、リンクじゃん。え、なんこのゼルダ的な。はい、どうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はですね、みんなでバトルじゃなくってみんなでクリアをね、やっていきたいと思います。みんなでクリアするわけじゃないから、まあ、みんなでクリアって名前どうかと思うんですけど、いや僕はねずっと前からそう思ってたんですよ。結局クリアするのって一人じゃん。しかもね意外と協力しないでみんなポンポン先に進んで、もう僕ね置いていかれちゃう時あるから、え、通信に失敗。いやだからね、そんな協力しない人にならないように、今日はねめっちゃねみんな協力してます感がある動画にね、ぜひやっていけたらいいと思います。で、このコースの難しさ、やっぱ難しいぐらいにしておく、まあ、とても難しいは絶対クリアできないと思うから、ちょっと難しいぐらいからちょっと始めていきたいと思います。シャワーセナニガンスなんて読むの。さて、これはみんなでクリアだぞ。みんなみんなお互いにね、こうほら丸いアイテムを取ってくれ。そうそう、そのファイヤーベイで俺も取っていく。そしてキノピコどうした、キノピコどうした。で、さあみんな行こうじゃないか。そう、みんなで協力する。あははは、待って、いやごめん間違えた、俺蹴ってしまった。よし、このまま先に行く。いや、ちゃんとね俺協力しながら行くから、ちゃんと協力しながら。あーあ、ちょっと待ってよし、これはこのブランコに乗ってたら大丈夫と思う。よし、オッケー。よし、でキノピオも来た。でこのまんま、うお危ない、ちょっと待って待って、よしドアに入ろう。うおーい、うおいちょっと待ってくれ。なるほど、このカメックを倒したら鍵を手に入れれるってか。倒してくれ。あれ、いないな。いや、あのクリボーが怪しくない？あのクリボーがね、クリボーっていうかカキボー、カキボーがね鍵持ってると思うんですよね。あ、違う、やっぱりそのカメックだったか。で、中華ポイントゲット、ナイスファイヤーベイありがとうマリオ。まあそのお返しにね、俺もファイヤーベイをちゃんと出したいと思います。ほら、え、ブブーとか言ったえ、なんでなんでブブー。まあいいか、一緒に行こうじゃないか。キノピコ、キノピコじゃない、キノピオ。バトルじゃないからさ、なんかこう安心していけるよね。めっちゃ安心、なんか負けるとかそんなないから、なんかこうん、気楽に気楽にね、このスーパーマリオメーカーをねプレイできますね。でこのまま渡っていく。でファイヤーベ、ファイヤーベあるのいいんだけど、あー待って、これ以上進んだらまずいな。ちょっとここら辺で一回とどまっておきます。ちょっと待って、さっきからマリオなんかさっきからマリオちょっと死にすぎじゃない。でこのまんまで、ドアに入ったらなんか10コインとかいっぱいあるけど、これ一番左に行こっか。一番左の土管に入ったら、待ってくれ、危ねえこの毒沼。おー、死ぬとこだった。ってか一回も死んでなくない今。なかなかすごいと思うんだけど。で上に渡ってく。で気にしないで、気にしないで、なんかどっかで見た気がするな。でこれはここでいいの。で左に渡ってく。そしたらなるほど、これがみんなでクリアか。いや違う、こんなんはみんなでクリアじゃない。これ結構単独っぽかったな。やっぱりさ、協力感が欲しいよね。協力感、みんなでやってやったぜ感ね。そういうのがあってこそみんなでクリアだと思うんですよ。4分の2ってなってるけど、これはもうみんなでクリアじゃないな久しぶりにみんなでクリア出したんだけど、これもうあなたとクリアになってしまったわ。4人いるえ、なんで今2人って書いてたんだけど。ちょっとさ、これさ、とても難しいしてみる。あ、待って、もう2人難しいにした。あ、これさ、ちょっとさ、とても難しいしたら KY 感出るよね。でも俺はとても難しい、ちょっと見えはっ。それじゃ早速やっていきましょう。ってかこれはみんなでクリア感ないよね。これ絶対にこの壁キックじゃんこれ。ほら見て、こういうのめっちゃ結構上手くない。え、結構上手いと思ったけど、ちょっと死んじゃったな。
分かった、これもう生き方から。てかさ、なんかみんなでクリアなのにあのマリオ見た、ひどくない？ここは上に乗る、そしてこれどういこうか、なるほど、こんな感じか、オッケーオッケー。でそしてこれはあのブロックのとこ、この木のブロックのとこ、ちょびちゃん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 、惜しいなるほどね、これはもうクリアできました。え、て、待って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 、こんなことしてない、俺はこんなことしてない、俺はね、誰かのところからスタートするとかしてない。よし、これも一発でいきます。キノピオ待ってくれ、よし、オッケー。で、ここはね、うん、このまんまでいいとして、で、ジャンプジャンプので、ここら辺に足場が、あ、オッケーオッケー、こっから、これやみんなでクリアでしょ。え、何してんのマリオ、こうやっていけばちょっと待って待って、キノピオ待ってくれ、キノピオ俺も行く、よし、ここはオッケーオッケーオッケー、あ、待って、マリオゴールした、マリオ待って、マリオ待って、俺も出たよ、出た、これ見て、ほら見て、アラテンのいじめ出たよ、こういう羽振りあるよね、もうみんなそんなつもりで来るならもう俺もみんなでクリアとかもう絶対協力しないから、待ってくれてもよかったんじゃない今の、もうそんなことするなら俺はもう駆け抜けるわ、ここも一人で駆け抜けるわ、え、よし、オッケー。で、これはえ、どこに行けばいいんだろう、常に右かな、なるほど、これコインを262枚取った人の勝ち、あははちょっと待って、これまずい、これは何？スター、これ何の意味があるんだこれ、よし、じゃあ一回スタートからやり直して、このコインをね、まあとりあえず取りまくればいいんでしょう、あ、早っ、あのテレサめっちゃ早っ、よし、で、上に行こう、上に行きましょう、キノピオ待ってくれ、待って、このテレサ、このテレサちょっと早すぎんめっちゃ早いんやけど、よし、このキノピオのところにジャンプしよう、渡らせてもらって、オッケーオッケー、このまんま上のコインも取っていこう、よし、で、もうすぐゴール条件を達成、これでできた、オッケー、これでこそは、よし、これで走っていこうか、そしてこれであのキノピオのおかげでゴールできるっていう感じか、ありがとうキノピオ、そしてゴール、マリオはあ、そっか、マリオギブアップしたね、やっぱこういうのが協力感あるよね、すげえ見た目してるけど、なんかみんな似たような顔してんなめっちゃみんな似たような顔してんな、あ、待って、難しいしさ、てかさ、ちょっと雑談なんだけど、この前の動画でさ、ちょっとね、博多弁が出てしまって、もうなんとか倍みたいなちょっとね、恥ずかしかったんだけど、意外とね、あの倍とかなくてもさ、もう僕のことをね、もう福岡っぽい、まあ、喋り方してるっていう方がね、意外といらっしゃるんですよね、なんかそんなのわかるのかな、で、福岡っぽい喋り方、まあ、それがね、ちょっと気になって、っていうかこれ上だ、よし、ナイスマリオ、ナイスキノピコ、これは挟まれて俺死んじゃうんじゃないか、やったー出たよ、出た、見た今の、これさ、もう一回さ、死んでさ、もうマリオのとこ行った方が早くない、ねえ、もうそう思わないみんな、俺はそう思うんだけど、だからここはあえてわざと死んでしまう、そして、あら、マリオ死んだ、うそん、マリオ、あなたのところに私は行きたかったの、ねえ、ねえマリオ、私はね、あなたのところに行きたかったのよ、よし、マリオジャンプ、てかみんなギブアップして、違う、一人ギブアップした中、すげえラグ差がなくなったな、ラグい原因はあいつか、ちょっと待って、さっきから登れないんだけど、ジャンプ、オッケー、ジャンプ、で、そしてジャンプ、ジャンプ、オッケー、よし、そして中間ポイントはないのか、で、このまま渡っていくと、あ、フィードはだ、そしてこれはどうしよう、危な、これ上かな、オッケーオッケーオッケー、で、ジャンプ、ごめん
ごめんマリオ、そんな羨ましそうな顔で見ないでマリオ。それじゃあこれでラストクリアかな、ラストクリアにしたいと思います。いや、 やっぱみんなでバトルと違ってさ、もう勝つとか負けるとかないから、心の底からすげえ楽しめるわこれまあね、バトルじゃないからゴールできた時の嬉しさっていうのはね、バトルの方がねやっぱ高いけど、それでもねこのみんなでバトルはねやっぱ面白いっていうか、これはジャンプしたらまずかったか、オッケー、よし、どうしよう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 、これはどうしようか、右に行ってジャンプ、オッケー、ジャンプ、これ邪魔だ敵をことごとく回避してる、これなかなかうまいんじゃない今の。お、これはワープブロックに入って、これはラストクリアにふさわしいかな、ジャーンプ、オッケー、ジャーンプ、よし、でこの青い土管に入ると、でこれも上から行こっか、いいねいいねいいね、でジャンプ、オッケー、ジャンプ、あくそー、のこのこにビビッ、やるやん。はい、それじゃあ今日のみんなでクリアはねここで終わりたいと思います。久しぶりにやるとやっぱ楽しいわこれ、あのみんなでバトルのね負ける悔しさっていうのもないしね、心の底からね楽しめます。今後もねちょくちょくだけどこのみんなでクリアやっていきたいと思います。それじゃあまたね。